エリック・アイドルはイギリスのコメディアンでミュージシャン。コメディグループのモンティ・パイソンのメンバー。1943年にイングランドのサウス・シールズに生まれた。アイドルの父は英国空軍の軍人だったが、アイドルが2歳の時のクリスマスイブに交通事故で死去する。その後アイドルは親戚などに預けられ、7歳から大学入学までの12年間、王立の全寮生学校で暮らす。 学校は厳格で強制収容所のようだったらしく、アイドルはあまりいい印象を持っていない。ケンブリッジ大学へ入学し、英文学を専攻する。その年、1963年に、ケンブリッジ大学のコメディサークル、ケンブリッジフットライツへ入り、後には代表まで務めた。代表時代には、女人禁制制度を廃止し、 女性メンバーの加入を正式に認めるなど、数々の改革を行った。大学を卒業後は、キャバレーでの下積みを経て、ラジオや TV の台本の執筆をするようになる。1967年には、子供番組、The Not Adjust というアセットに参加。後の Python ンメンバーであるマイケル・ペイリン、テリー・ジョーンズらと組んだ。1969年、アイドルは、 他の5人のメンバーと共にモンティ・パイソンを結成し、BBC にて t v シリーズ空飛ぶモンティ・パイソンの放送が開始された。パイソンの中でのアイドルは一匹狼であり、一人で台本を執筆するのが特徴であった。大学時代に英文学を学んでいたこともあり、喋り重視の言葉遊びやワンライナージョークをテンポよく織り混ぜた短いスケッチを多く書いた。 また、ミュージシャンでもあるアイドルは、鉛などの癖のある喋り方のモノマネがうまく、数々の有名人をネタにしたキャラクターを演じている。代表的な出演スケッチに、ナッチナッチ、マネープログラム、アナグラムで喋る男、旅行代理店などがある。その後のパイソン映画にも出演した。アイドルはビジネスにも長けており、パイソンレコードやパイソン本の類の考案者は、アイドルである。 またアイドルは、パイソンの音楽面でも一役買っていた。彼が作詞、作曲して歌った、Life of Brian のエンディング曲、Always Look on the Bright Side of Life は、ヒットを記録したほか、銀河系の歌、エリック・ザ・ハーフ・ア・ビーなどの名曲がある。アイドルは、パイソン関連のレコードで、数多くの楽曲を発表している。スケッチ中では、長身のジョン・クリーズや、 グレアム・チャップマンと映っている印象で小柄という印象が強いが彼自身も183センチメートルとそれなりに長身である。パイソンの終了後は当時アイドルが制作していたラジオ番組ラジオ5オンラジオ1が TV 番組化されラトランドイークエンドテレビジョンとして放送。元ボンゾードッグバンドのメンバーであるニー・ルイネスと制作したこの番組はセットが 天気予報並みという低予算ながら好評を博した。ザ・ビートルズのパロディバンドであるザ・ラトルズのメンバーでもある。実際アイドルにはビートルズと交友関係があり、映画ライフ・オブ・ブライアンはジョージ・ハリスンの出資によって完成している。また SF コメディ小説も書いている。1993年にリック・モラニス、バーバラ・ハーシー、ジョン・クリーズ、 キャサリン・ゼ・タ・ジョーンズらと共演した相続王座決定戦では、脚本、主題歌、制作葬式も担当している。1995年に出演したクリスティーナ・リッチ主演のキャスパーでは、悪女とその弁護士という設定で、キャシー・モリアーティと嫌味なコンビを演じ、制作葬式のスティーブン・スピルバーグから大絶賛された。ロビン・ウィリアムズやスティーブ・マーティンなどと親交がある。 現在はアメリカ合衆国に在住し、米人気アニメのザ・シンプソンズにおいて声優としても活躍している。2012年ロンドンオリンピックの閉会式で Always Look On The Bright Side of Life を披露した。2011年8月にアイドル自身が脚本を務めたスパマロットの日本公演が決定し、初来日を果たす。 中日英国大使館で取り行われた公演の記者会見では、中日英国大使や日本版の出演者、ユースケ・サンタマリアや池田・ナルシラと共に登壇。コメディアンらしくジョークを飛ばしつつも、東日本大震災にも配慮したシリアスなコメントも残している。また、Always Look On The Bright Side of Life を日本語で披露したり、公演の宣伝のために、 同舞台出演者のユースケ・サンタマリアと共演した CM やタモリ司会の笑っていいともにゲスト出演したギターを持つアイドルパイソンズ時代からミュージシャンとしての一面も見せていたありがとうございます